そして皆さん、本日の紹介したいのは完璧になろう。昔ながら僕はもう結構思ったのは、僕は完璧ではないということです。完璧ではないからこそずっと自分と自身と争ったということが結構あったんですけれども、でもその争いを続けるにつけ何が起こるかというと、自分の不完璧さは何段増していくだから、これはね、何が起こるかというと自分自身がなくなって、もう何もなくなるということです。結構いい物語があったんですけれども、で自分の物語だったのは、もちろん僕はね、対人恐怖症になって、自殺未遂になって、そして当初いろんなものをして自分がそこから脱出して、そして当初僕も自分の使命にしたのは同じく700万人の対人恐怖症者を助けるということですね。もしよかったらあなたはもう脱出したいですから、僕に、最初こちらの動画をご覧ください。 さらに僕に直接に話しかけるのも可能ですけれども、下の概要欄で、自分のウェブサイトがあったらね、特にスケジュールも可能ですけれども、さらに自分ともPM も結構です。そしてやっぱり対人恐怖症というのはね、結構きついなもので、でもみんなは完璧と言ったらね、みんなは嘘と思うのね。でもその嘘を思うからこそ、あなたのマインドセットは足りないマインドセットですけれども、豊かなマインドセットではない。そのマインドセットね、豊かにするからこそあなたはいろんなものができる。例えばいい物語があるよ、がある。モーリス・グッドマンさんはね、昔ながら飛行機で、ね、墜落した。昔ながら飛行機で、ね、墜落した。飛行機で墜落して、もうほぼ全身にやけで、もうほぼね、自分は全身麻痺だったんですけれども。でも当初は、からはね、何がしたかというと、目しか動いてなくて、でお医者さん言ったのは、あなたは横隔膜は 全体に壊れたらからこそ、何が起こるかというと、あなたはもう一生植物状態になると言われたんですけれども、では彼はそれの負けずに、ずっと自分が数ヶ月後はクリスマスだったんですけれども、僕はクリスマスで歩き帰ると、 ずっと自分の頭脳を想像して、そのお医者さんの言葉に耳を傾けず、自分は健康だよ、自分は健康だよとずっと言ったんですけれども、そして実際にクリスマスを書いたんで、自分の横隔膜はなんて、この壊れた横隔膜を全てを回復できたということです。どちらかというと、我々の人間はね、骨とかはね、毎6ヶ月ぐらいで、毎数ヶ月で骨が回復させたりしますので、または我らの内臓は、半年間で全てを回復させているし、または肌はね、肌は数週間で 2か3週間ごとに全ては新しくになるということですね。だから我々はね、誕生日というのはね、一番ダメの病気です。つまり老いというのは実際はない病気です。みんなは老いという病気は持ってないという、本当に分かってほしいです。どちらかというと、その老いというの病気はみんなは考えるから自分の体は老ける、考えないからその体は老けない。どちらかというと、結構この調査もあって、例えばね、20代の お嬢さんはね、すごく老けて見えるのに、40代は若返ったみたいな感想で、もう何もね、整形しなくて何もしなくて、でも若返った。どうしてかというと、彼女はもっと幸せの人生を歩くようになったから。だからみんなを幸せの人生を歩むからこそ、あなたは自分の体を回復させて、自分の周りにもより豊かな人生に歩むというのも事実です。もしよかったら僕に登録してね、または友達にシェアと、猫とね、ワンちゃんにもシェアしてください。なんちゃって。あとはやっぱりね、ライクしてください。僕はこちらのチャンネルで、いろんなものしますので、例えばね、自己啓発とか、あとエロエイドとか、いろんなものをみんなにシェアしますので、もしよかったらこの間、この2つ動画をご覧ください。では次の動画で会いましょう。